こんにちは、ソルトです。動画を見ていただきありがとうございます。今回の動画はロック画面下からアプリを開く方法になります。先日の iOS16.1 のアップデートに伴いライブアクティビティが便利になったので紹介していこうと思います。この動画を見ることでこのようにロック画面の下からアプリを開くことができます。それでは紹介していきます。今回使用するアプリは以前の動画でも紹介したロックランチャーです。ダウンロードがまだの人はアップストアでダウンロードしてください。ダウンロードができたらアプリを開きましょう。お気に入りから右上のパラソルマークをタップしましょう。するとライブアクティビティの設定画面になるので、こちらのライブアクティビティをオンにしましょう。次にアイコンの最大数を押して表示されるアイコンの数を決めましょう。1個から8個まで選ぶことができます。今回は6個にします。次にこちらの角丸加工の数字を変えると角を角張らせたり丸くさせることができます。0で四角に、10で丸に変えることができます。今回は5にします。お好みで調整してみてください。できたら右上の完成を押します。次に表示したいアプリを決めていきます。こちらの薄文字のお気に入りに追加を選びましょう。するとアクションを編集する画面になります。おすすめでアプリを、ウェブサイトでサイトを、ショートカットでショートカットを選びます。おすすめを押してアプリを選択しましょう。アクションを選ぶを押します。するとアクションの追加が出てきます。こちらのホットアップスを選ぶと主要なアプリが出てきます。もしない場合は戻って上の検索でアプリを検索しましょう。今回は YouTube にします。するとアプリが出てくるので、アプリを押すとこのように追加されます。追加されたらアイコンを押してアイコンを選んだり、ラベルで名前をつけることもできます。次に保存を押しましょう。するとこのように追加されます。もう一度やってみましょう。お気に入りを追加を押して、おすすめからアクションを選ぶをタップ、検索でアプリ名を検索、検索しても出てこない場合もあります。そんな場合はアプリ上に追加されていないので、下の見つかりませんかを押して、こちらに書いてあるのですが、下のメールアドレスにアプリ名とダウンロードリンクを送りましょう。メールが送るのが怖い方は誰かが送って追加されるのを待ちましょう。僕は昨日ブレイブというアプリの追加を依頼したのですが、まだ追加されていません。すぐには追加されないみたいです。追加されるまでは別のアプリで代用しましょう。もしウェブサイトを登録したいときは、ウェブサイトを選び URL をここに貼り付けましょう。ショートカットの場合もショートカットを押して、ここにショートカット名を入力しましょう。ここは以前の動画で紹介しているので、こちらのサムネイル動画をご覧ください。アプリが6個追加できたら OK です。6個以上もお気に入りに追加できるので、追加しておき必要に応じて並び替えて使いましょう。並び替え方法は簡単で、長押ししてからスライドさせるだけです。上から順番に左から追加されるので、自分の使いやすい順番に入れ替えましょう。これで完成です。ロック画面を開き、アプリが開くか確認してみましょう。 YouTubeOK ですね。 TikTok OK ですね。
ここでもう一つ、先ほどの画面で気になった人もいると思うんですが、ライブアクティビティの設定画面のこちらのロック画面付箋のロック画面に表示するをオンにします。注意書きが出てくるので下の付箋を表示するを押します。こちらに表示したいメモを入力しましょう。こちらの秒針時計の表示をオンにするとこのように秒数も表示してくれるようになります。ただしメモを表示させるとアプリ表示が消えるのでそこがショックです。今後アプリとメモを両方表示させるようになってほしいですね。また14プロの人はダイナミックアイランドにも登録できるので持ってる人はやってみてください。今回の動画は以上になります。お疲れ様でした。ウィジェットから起動できるアプリ数が4つまでだったので、これは非常に助かる機能ですね。自分なりにいろいろとロック画面をカスタマイズしてみてください。この動画が良かったという人はいいねを、またわからないところがあればコメントお待ちしております。このチャンネルでは他にもこのような動画を上げていますし、今後も皆さんに役立つ動画を上げていこうと思っているので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。